イオンモール下田は青森県上北郡小平瀬町に所在する下田タウン株式会社が所有しイオンモールが運営するショッピングセンターである。1995年下田町時代にジャスコとメガマートを各店舗としたショッピングセンターイオン下田ショッピングセンターとして開業。八戸市や戸和田市などから 近く、第二位道の区有料道路、桃石道路の下田桃石インターチェンジの近隣に立地している。開店当初から敷地内に設置されていた大観覧車は、付近の道路からよく見え、投資設のランドマークであったが、老朽化のため2005年5月23日に解体。代わりに、風太郎と命名された風力発電用の風車が設置されたが、 2016年9月30日をもって撤去されている。その後、何度か改装、増築を経て、スポーツオーソリティア東方シネマズ、オイラセシモダなどのテナントが出店している。一時期、百貨店の中産が出店する計画もあったが、イオンの出資を受けて出店した、イオンモール、秋田内の中産秋田店の業績の伸び悩みを受けて、見送られた。 このショッピングセンターの開店を契機として、付近にはロードサイド大型店が続々と進出し、周辺一帯は一大ショッピングゾーンとなった。開店当初は、戸和田信用金庫の友人出張所が置かれていたが、2007年3月9日をもって廃止され、同年3月12日に、道庁内における、戸和田新金店舗空白域だった。 北部地区へ移転し、青橋店が開設された。2007年9月22日からは、ダイヤモンドシティ社との合併に伴う施設名称の見直しにより、イオン、下田ショッピングセンターから、イオンモール下田に解消されている。なお、案内看板については、順次新名称への変更が行われたが、バス停留所の名称の変更については、2009年度の、 とはだ観光電鉄のダイヤ改正時に実施された。2013年6月と2016年11月には、全館リニューアルを行い、新たに入店した店舗があるほか、リニューアル工事を行った店舗もある。2016年12月8日、現在出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、 詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。1階売り場は、専門店を挟んで、東側の医療館と西側の生活館、食品館に分かれている。2階売り場は、東側の医療館のみとなっている。SC と本八の兵器との間を結ぶシャトルバス。つばめ交通が、運行本八の兵器専用の売り場にて、 名古屋市営バスからの遺跡者、ありがとうございます。